2005年2月9日、突如としてこのような書き込みがなされた。お前ら、甘い。俺は携帯の録音聞かされて、母親のことを母ちゃんと考えたくなくなった。あれだ。母親が俺らに見せる顔は、慈愛に満ちた顔だったとしても。それ以外、特に嫁、に見せる顔は、ただただ気に食わない女をいたぶるババアそのものだ。中には違う母親もいるっていうが、少なくともうちはそうだった。一年前のことだが失望感は未だにある。ちょっと女性恐怖症になった。あれかな。女児を持った母親と、男児だけの母親だと、考え方が違うのかな。嫁の母親はあっけらかんとしてるのに、俺の母親はすげえ演出だ。同僚の家もそうらしい。詳しく。後で時間があったら話すわ。数分後。じゃあ、書いとくよ。長くてすまそ。俺30、嫁29、結婚3年目。俺実家東京よりちょい西、嫁実家東京よりちょい北。俺には弟がいるが、近畿で一人。嫁さんは兄がいる。この人も東京。既婚。俺は地元大学卒業後、東京で就職。そこで嫁と知り合って、合コンじゃない趣味の集まり、結婚。ことが起きたのは、1年前、俺、29の年な。結婚して2年目ぐらいから、俺の仕事が忙しくなり、プログラマー、加えてちょっとしたプロジェクトのリーダーになってテンパってた。それを母親からの電話で話したことがきっかけらしい。その付近から嫁さんの携帯に、母親からの電話が入り出した。後から嫁さんの話では、俺が忙しいのに、嫁まで仕事に出ているとはどういうことだ。嫁は家にいて夫の帰りをいつになっても待つべき。仕事の片手間の家事など家事ではない。子供ができない、つか、まだ作るのをやめようって話してた、のはお前のせい、片手間家事だから、夫、俺、が満足できず、要する気になれない。お前はまず仕事をやめろ。そして夫が今の職場を辞めて、実家に戻るよう説得しろ。もちろん同居。家事は嫁全部。仕事場は私が町長、実家の近くに住んでる、に直談判する。嫁も一緒に来て土下座して、職をもらえるようにお願いするんだ。超田舎なので、町長に縁があると、役場なんかの仕事が回ってくる。実際、町長の息子、俺より4つ上だったかな、の友人が役場に入れた。大体、北の女なんて田舎者だ。お前なんて欲しくなかった。高校時代、俺が付き合ってた女がまだ空いている。その子が良かった。俺を体でたぶらかして、金を絞り取ろうとするのか。老後の世話をするなら、お前を嫁と認めてやろう。大体、披露宴をしないなんておかしい。恥をかいた。戻ってきて披露宴をしろ。嫁さんが披露宴するより、他のこと、今後って意味、に金を使いたいと思っていたから、写真だけ。俺も大々的なのは嫌だったからもちろん了承。しかし、母親の世代、田舎の考えから、披露宴しないのは後ろぐらい結婚だと思われると思い込み。その他もろもろ言われたそうだ。嫁さんは、俺にそれを言うわけにいかないと思ったらしく、お母さんから電話あったよう。戻ってこいって言われちゃったぐらいにしか言わなかった。俺は忙しいっていうのと、テンパってるのとでふーんと受け流して、突っ込まなかった。ある日、ちょっと早く帰れたら、家の中が真っ暗。キッチンから話し声。ただいまの声で、あ、帰ってきたので切りますと嫁。誰だったの？と聞くと、あなたのお母さんと言って、目元触ったんだよ。嫁が、多分泣いてたんだと思う。それで、どうした？って聞いたら、あなたに私はふさわしくないって言われたと。俺はそんなわけあるか、冗談だよで地雷踏んじまった。そしたら、嫁のスイッチが入ったらしく、その次の日、帰ったら携帯を投げてよこした。あんたが大事にしてる人だから、私も好きになろうとした。でもダメだ。って、録音を聞いたら、目の前が真っ暗になった。もう、バリ雑言。嫁のこと、人間扱いしてないんだよ。マジで。ここで言うまずめとかっていう言葉より、もっと汚い言葉だったよ。書きたくないぐらい。これ、俺の母親か？本当に母親か？みたいなことが頭ん中駆け巡って、嫁さん見たら泣いてるんだよね。初めて泣かれて、それが俺の母親がやったことだって思ったら、土下座しかできなかった。その週末、俺だけ実家に帰って、録音を聞かせて、絶縁宣言。母親はやっぱり俺のためを思って。って泣き叫んだけど、だからって、俺が大事にしてる嫁さんをあそこまで罵る権利は持ってないことを言った。親父はほとんど何も言わなかったけど〇〇さん、嫁、に、申し訳なかったと伝えてくださいって、初めて俺に敬語を使った。それ以来、ほとんど交渉なし状態。
俺が独身時代にしてた貯金、1000万近かった、を渡して俺から親父に電話してる。母親とは、その時ちょっと変わるぐらい。親父によると、自分がどれだけひどいことをしたのか、やっと理解したそうだ。感情がついてきてるかはわからないが、正直、時々、母親に対してしたことが本当に正しかったか、考えることがあるんだが、やっぱり、俺にとっては母親なんだよな。嫌いでも、それは事実だし。俺が本当に幸せにしたいと思ったのは嫁だし、俺は俺として生きてるわけだからと思い直してる。以上、自分が足り長くてすまんかった。おつ。これだから田舎も、いかじ主規制により削除。マジで、田舎なんだよ。後から来た人間に対してはものすごく冷たい。村意識っつうんか？あれが濃い。外に出て初めてわかる。なんつうか。大変だったな。貯金はなんで親に渡したんだ。手切れ金と見た。そういう意味かな。なんとなくだが、今までありがとうっていう意味を自分では含めたつもり。親父は了承してくれなかったよ。だから、貯金と思えとは言われたけれど、親父がちょっと病気して、それに使ってもらってる。連絡取ってんのも、この病気があるからな。これに対しての母親の動きはわからん。あ、それと、この金のことは、貯金ってのもあったけど、嫁さんにちゃんと了承は取った。嫁さんはそういうことさせてしまって申し訳ないって言ったけど、俺がけじめつけんといけないと自分で結論して出した。俺の嫁が閉鎖的な田舎出身なのでよくわかるよ。今は嫁が関わりたくないと言ってるので半絶縁状態。よくやったな。手切れ金って書くのを自分でためらうのは、やっぱり、恩は感じてるからなんだろうなってちょっと今思ってた。でも、手切れ金だな。やっぱり。自分が汚くなりたくなかったから、その言葉を使うのためらってたけども、認める。で、けじめで金を渡した範囲が、親の老後の面倒はどうするつもりだ？その金は、介護費用も含めての意味合いなのか？老後の面倒で、金がどれだけかかるのか、漠然としかわかってない。俺が渡した金で、足りるとは思ってないんだが、親父が経理系の仕事をやってたらしく、渡すときは両親が十分生きていける金額を持ってたんだ。それが、親父が最初に拒否した原因の一つな。口頭で言われたから。ただ、病気になって、その分の金のことを考えると、今後の不安が俺にはあって使ってもらうようにした。親父も不詳不詳ながら了解してくれた。うまく言えないが、経理系の仕事、あ、これは、金のことを冷静に考えられるっていう意味な。俺はお前はよくやったと思うよ。どんな奴でも、親は親だからな。ここで、熱縁熱縁って書いてても実際はなかなかできるもんじゃないし、せめて金だけでもって思うよ。親父さんがまともそうで、まだ救われたな。頑張ったな。あとは、もし子供ができた時に、合わせろ、攻撃があるかもしれない。それから嫁を守れ。嫁は多分お前の母のことを考えただけで鬱だと思う。お前の母に会うことを考えたら、子供を作りたくないぐらいの心境かもしれん。だから、その時情に流されるな。みんな、ありがとう。俺、そんな大した人間じゃないけど、嬉しかったよ。これからも頑張って、嫁さんと幸せな家庭にしてくよ。子供については、今、二人で考えてるところなんだ。できても母親には合わせる気は今のところないんだよな。でも、ありがとう。肝に銘じておくよ。じゃあ、家の片付けとかしてくるわ。今のところというより合わせない方がいい気も。それがきっかけでまたおかしな発作でも起こされた日には同じことの繰り返しになりそうだよ。それは実の親相手にそう思い続けるのは難しいと思うよ。わかってるけど同じこと繰り返したら今度は離婚かもしんないんだよ。だからここで他人である自分が口出ししただけだよ。そや改心してくれるならその方がいいに決まってるよ。それは一本人が一番思ってるだろうから、他人が言わなくてもいいだろ。ついでに改心してくれるのを心底望んでるのも、一致自身だ。他人であるなら、そこまでは余計なお世話ってことじゃね。失敗してほしくないから言ってしまったけど確かに悪いとは思う。でも、今のところはない。ってことはやっぱり母親の態度の変化を望んでるってことだろ。もし変化が現れたらそりゃ嬉しいだろうし、つい、みたいにならないように気をつけてな。ってつもりだったんだが、次の難関は介護が発生した時かな。一気はまだ若そうだし介護は13、10年後だろう。それまでに千魔法を使い果たしていたら、手切れ金あったからって放っておけるんだろうか。歯止めになってくれる親父さんを大事にしないといかんな。縁起でもない話だが、親父さんがコロッと言ってしまったら、歯止めのなくなったお袋さんは暴走するぞ。
上で終了なのだ。最後までご視聴ありがとうなのだ。よろしければコメントを書いてほしいのだ。チャンネル登録、高評価もお願いなのだ。バイならなのだ。